ミネケプス、カッテンストッツの巨大な猫の一つカッテンストッツは、ベルギー・イーペルで開催される猫に捧げられるパレードである。このパレードは1955年から行われており、通常5月の第2日曜に開催される。2015年5月10日に第44回が開催され、2018年5月13日に第45回が開催された。このパレードは、 イーペルで中世から伝統的に行われていた猫を医療会館の首労から下にある広場へ投げる猫投げの行事を記念して行われている。猫投げの起源については様々な伝承がある。可能性のある一つの説として猫は魔術と関連があり、猫投げは悪霊の殺害を象徴するというものがある。この意味で行われたイベントのうち一番新しい。 記録は1817年である。もう一つの説は、害獣を駆除するために、猫が医療会館に持ち込まれたというものである。近代的な暖房や保管法が導入される以前の寒い時期、羊毛は医療会館の上の木座端に保管されていた。春の訪れとともに、羊毛は売られ、猫は、手狼の外に放り出された。1950年代のカッテンストッツフェスティバルの 伝統復活の象徴として、道家氏が医療会館の首脳から豪華なおもちゃの猫を下にいる群衆に投げ、群衆はおもちゃの猫をつかむために手を広げる。首脳からの猫投げに続いて魔女の家系の真似が行われる。パレードの参加者はしばしば猫、魔女、ネズミ、あるいは昔の市民の紛争をする。フェスティバルでは吹奏楽の演奏や馬上更新も行われる。 2012年のパレードでは約2000人が参加した。このフェスティバルはベルギーで人気のある観光イベントの一つであり、E ペル周辺地域の観光に貢献している。2000年のフェスティバルには8000人が訪れた。ありがとうございます。